ファンネルがお送りするゼルダの伝説ブレスオブザワイルド続きをやっていきます。では、前回から、DLC の英傑たちの歌をやっていますので引き続きクリアしていきたいと思います。で、状況はですね、残りというかこの、まあ、1つはクリアしたんですけど、3つの場所に行って、敵を倒すだったかな。で、私も一発もらうともうすぐやられますし、敵の方もこの一撃の剣っていうので一撃で倒せるようになってます。ただこっちはね、制約があって、これ多分2回ぐらい確か攻撃すると光がなくなってしまって一撃で敵を倒せなくなってしまうんですね。まあ時間経過で戻るんですけど、まあそんな感じになっておりますので気をつけていきたいと思います。では、まあ、ただ弓は使えるので私弓矢を使って敵を倒していこうと思ってますよと。あ、結構やべえなこれ。いや参ったなこれ。あ、そうだ、これ装備してんだった。よいしょ。とりあえずこれで一回下がって、で私今装備してる弓、これちょっとね、あれなんだっけ、アミーボで取ったやつなので、ヒュン、直線に飛んでいくんで、これ強えな。いけるか。あ、これは壊れないんだ。ちょっと私の弓の方が先に壊れるかもしれん、このままだと。ちょっと射抜こうね、あれ。避けた。てい、やばい、気づかれた。参ったなぁ。ということで、装備を変えて、どうすかなぁ、3発のやつにするか。よっ、ちょっと早いなぁ、あいつ。ちょ、痛いやられたなぁ。まあ、前回お見せしたというか、前回もやられてるんであれなんですけど、まあ、こんな感じで一発でやられますと。ちょっと高台に陣取って撃つか。しかもというか、私、なんだっけ、これ、C 家族の服着てんのによく気づいたな、あいつも。どうすっかな、どこが、こう、弓矢のポイントとしていいのかな。ちょっと陣取るとこ間違えるとやばいかもしれねえな。あいつは確か一撃でやれたはず。外した。よいしょ。やばい、ガッツがなくなる。ここの中に敵いんのかな。いないよな多分。なんか今上にいませんでした。あ、いるな。てい、一応当たるんで。よいしょ、 OK。 これは卑怯かな、この弓矢使うのは。しかしな、使えるものは使う。で、上のはやったと見ていいか。上を取れれば、ちょっと待ってね。いないな。ございませんね。では、あっちいるな。あいつをでもやっちゃおう。てい、よし、気づかれてませんね。でどこにいるんだ他。気をつけてチェックしましょう。いたいたいた。卑怯と言われようがよ。よいしょ、よいしょ、やった。いやー、この矢があると楽ですね。いや、この DLC ほんと難しいよね。あ、結構弓、これ炎の矢かな。おお、いいの落としてくれんじゃん。待ってね、下にまだ多分
見てくるやついたような気がするんだよな。あ、でもいねえか。あっちだけなら石落とした方がいいか、爆弾落とす。どうする？やべ、気づかれる。ちょっと逃げようか、一回。待ってね。気をつけて、バレると厄介よーと。よいしょ。あっち行ったかな？なんで今気づかれたんだろう。お、これ登れないのか。よいしょ。じゃあ、悩ましいな。これ持って、最悪武器振りゃ倒せんだけど、なんかやってんな。投げるか。と、いやー、これではやれないか、やっぱり。となると、待ってね、弓矢を装備してビタロックも使いつつだな。こっちに来るかな。あ、来ないな。なぜ来ない？バレてると思うんだけど。怒ってるだけですか？あれ？待って！ちょ、ああ、痛い！まさか、カメラ外から出てくるとは思わなんだ。なんか変な音したなとは思ったんだけど。いや、きつい。どうしようかな。私、リザルフォスがすごい苦手なんですよね。と言っても、なんとかしないといけない。おっと？あ、セーブ入るんだ、これ。いや、セーブ入るけどさ。ちょっと待ってね。あ、これになってるな。あいつを倒してない状態になってんな。よっ。この光が見えないのか、あいつには。よいしょ。よいしょ。で、どうしたもんかな、んじゃあ。石落として食らうやつらじゃないよね。あの爆弾でも全然効かなかったから、襲撃するしかねえんだよな。ここでケチネでこの5連射のやつ使うか。よし、じゃあ行くぞ。まあ見ててみなって。ふっ。よっ。よっ。何？よし、やった。よし、オッケー。よし、オッケー。何？待ってね。ボタン間違ってる。ビタロックじゃなかった。いやー、ライネルの弓ゲットしといてよかったですね。またちょっと、ここの DLC 終わったら、ライネルを倒してちょっと集めとこうかな。はい。じゃあ行きましょう。ガノン城でも多分使うんでね。多分いいアイテム。待って、蜂がいる気がする。まあ、ブン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 。気のせい。おお、なんだ、嘘。ちょ、やめろよ。待ってね。あれ、どこに出た、あれ。蜂もいたんだ。そっか、あっちだ、あっち。やべえな、ガーディアンの砲台も生きてるとは思わなんだな。よし、ロヒッタチグの祠。あれ？狙われてたかな今。スキップ。危ない危ない。スキップしまーす。この動画内で残り3つの場所をね、全部クリアしたいと思うんですけど。じゃあ、ここは何の祠かなと。止めるが安全の策。なんだこれは。
どうすればいいんだ？待ってね。あ、鉄板だ。え、これ、あ、下がってるとこと、そういうことか。待ってね、そういうことかと言いつつも、ちょっと難しいな、これ。持ってきて、よいしょ。まあ、ちょっとずつ行きゃいけんじゃねえの、これ。ちょっとわかんないけどね。よいしょ。よいしょ。えい。で、これは。これ多分登れんだろう。ちょっと危ねえな。おっとおっと、転がる転がる。ちょっと、君危ない。危ないけど、ここにやれば多分、いけるんじゃないかな。宝箱は結構重要なの入ってるかもしれないんで、よいしょ。開く。モリビト乗ったって。まあね、縦ポーチ結構強いの入ってるかな。あ、でもこれを捨てて、確か性能良かったはず。うん、縦ガードアップ大だからね。よし、 OK。 では、こちら行きまして、敵は出ないんだよね、多分。これは止められないけど、どうすればいいんだ。落ちた。これ落ちたらゲームオーバーだよね。待って、いやー、落ちてもゲームオーバーになるか。まあリトライすりゃいいだけだけど。一発成功を目指していきますか、じゃあね。これもうちょっと何回も失敗しますけど、一回でこういけるところを動画として残しましょう。よいしょ。いや、 やっぱね、 DLC だけあって難しいですよ、これ。ほこら、もうちょっと5回ぐらい失敗してるんですけど、今も危なかったけどね。ちょっと傾かないで、よいしょ。まあ一回ぐらいちょっと失敗したとこ乗せといて、次成功したの乗せときますんでね。よいしょ。一回でなんかクリアしたところを乗せちゃうと、なんだ簡単じゃんって思うかもしれないけど、かなりむずいんでね、これ。よいしょ。いけるかい？はい、ビビったら負け。よいしょ、OK。よいしょ。危ね。これもちょっとした落下ダメージでも死にますからね。ここはでも絶妙に多分落下ダメージを受けないと思うけどね。よし、じゃあ針が迫ってくるので急いでいきますと。ちょっと最初は左側です。左側行ってればとりあえず針には当たりません。ここはすぐ動くので、でここは右側行ってジャンプして、あれ登れない。あれなんだ、あれ待ってね、登れないな。登った。よし。危ねえ危ねえ。結構ギリギリだったんじゃないか今。あ、そうでもねえか。はい、クリアです。結構大変でした。何回も死にましたけどね。OK。じゃあスキップさせていただきます。じゃあ次んとこ行きますかと。次のエリアまで、またあれかな、塔からジャンプした方がいいかな。でも塔からジャンプすると何か罠に引っかかりそうな気もするんだよね。あと2つのポイントをじゃあ攻略していきます。あれ、カッシーワがいる。なんで、なんでだろう。どんよりした空。おや、この陸の孤島のごとき大地で旅の方。おお、またお会いしましたね。おや、顔色が悪いようですが。まあね、まるで今のこの大地のようにどんよりと。ああ、いえ、失礼いたしました。旅をしているといろいろありますよね。ちなみに私がここを訪れたのは、この大地にも勇者を歌った古の歌があるからなんです。おう、ここでお会いしたのも何かの縁。せっかくですから少しお聞かせいたしましょうか。聞かせて。おう、ありがとうございます。それではお聞きください。 D
DLC の歌だろうね。火山を廃し炎、砂塵に光りし雷。この音って、空を巡りし風、天に昇りし水。やっぱ懐かしい。この歌、かの四神獣とは異なる異様が今もいずこかで、勇者を待たん、馬よ驚け、地を狩る響き、野生の息吹浴びて進まん。どういうことだ。実は私、思うところがあって師匠の資料を調べていたのですが、今の歌はそこに記されていたものなのです。歌詞にある馬を驚かせる響きとは、どんどんガラガラ、それともブロロロロとか。やはり歌の作られた場所を訪ねると発想が広がりますね。資料には他にも興味深い歌がたくさんありました。私これから他の地も巡ってみるつもりです。まあこの DLC で何がもらえるかはちょっと分かってるんですけどね、私は。じゃあ待ってね。いや、塔から行ったところでだな。ただね、敵がいるよな、ダム。まあ、ここで死んだところでどうってことはないんだけどね。ただ、道中の敵はもう意味をなさねえからな。静けさだけが残ってる？大丈夫？一応正面にあるのが、そうだね、だからこっから高いとこ陣取りたいな。しかし上には上でいるんだろうな、多分敵が。装備的には、あ、馬乗ってんなあいつら。上から全部倒しちゃいたいけど敵いないかな。ポカポカアゲハ、何体敵いるかによるんだけどね。うわ、めっちゃいる。ということで、これを使わせていただこう。へっしょ、よし、オッケー。上から射撃して倒しちゃおう。当たるかな。へっしょ。あとはあっちもへっしょしたいけど、どっちかっていうとあいつが怖い。馬から落として外したな。よいしょ。で、倒して、あっちもいたな。よいしょ。ごめんね、卑怯な戦法を使って。もう発売からだいぶ経ってるから、許してもらえるでしょう。まあ、アミーボの力なんで、これはね、この弓はね。よっ !OK。で、モリブリンたちをどうするかな。いや、それよりも、私が苦手なのはあいつらなんだよな。よいしょ、よいしょ。くそ、気づかれたか。気づかれてないよね。よいしょ、強いな。しかし弓壊れちゃうよ。よっ、よっ。ヘッドショットになれば結構強いんだけどね。よし、オッケー。まあ、申し訳ねえが、射程は無限と言っていいぐらいなんで。よし。あ、でもこれはもったいないかな、あとは。あと残ってるのはモリブリンぐらいですか？あっち寝てんだよな、なんか一匹。あれ、関係あんのかな？まあ、関係あるわな。よし、じゃあ、弓矢壊れるのが怖いので、五連弓にして、他にいたらもう私やられるだけ。よいしょ。
よっ、へっしょ、オッケー、終わり。まだいるな。いた。あいつだけなら。まだか？オッケーだね。祠が出てまいりました。ここも難しいんだろうな。さあ、どんな難問が待ち受けているか。はい、木の矢、大事だよね。よし、拾っていって、ルネコリバー。いや、一回でクリアできる内容であってほしいな。ちょっとさっきのところは難しすぎたような気もするんだけど、ただ頭使うだけだといいんだけどね。操作ミスで死んじゃうと、これがね、結構気持ちが折れる。あ、力の試練、参ったな。え、これいける？これで一撃で終わっちゃうんじゃねえの？それか、確か嫌な人はやれるか分かんないけど、弓矢でこれ、古代兵装を使ってしまえば、あっという間に終わると思うんだ。これいっぱい出てくるんだっけ、ちびちゃん。一匹だけだよね。ちょっともう卑怯技しか使わないけど、これで止めて、これで終わるはず。え、終わらない？嘘、待って、ちょっと待ってね。あれ、古代兵装で終わらんかこれ。よいしょ、5連古代兵装だよ。あ、全然終わってね、待ってね。え、どういうこと、そんなに強い。おーおーおー、よいしょ、これどうだ。あ、一撃じゃん。しまった、古代兵装矢を無駄に使っちゃった。でもさ、無駄に使ったって言っても、なんであんなに強かったんだ。なんかアイテム取れる？取れないよね。あと一回使うと多分光消えちゃうんだと思うんだけど。じゃあ開けていきましょう。あれ、待って、ここで終わりじゃねえじゃん。何これ、こんなの初めてだわ。踏んで、もう一回。ぽいねこれ。でもまあ、もう一回光ってるからちゃんとやればいいのか。いや、いっぱい出てくんじゃねえぞ。あ、違う、下行けんのか。どういうことこれ。待って、小さな鍵なんか持ってねえぞ。チビガーディアンいるね。ひゅっ、今普通の矢のはずなんで大丈夫ですよ。上があるな、ちょっと気をつけて進みますよ。上にいるね。よっ、いるね。よっ、あ、強いこれ。あいて、あー、待って、弓矢装備してたから盾じゃなかった。なんたること。でもこれで古代兵装の方は使ってない状態に戻るかな。弓矢ね、ちょっと確認しよう。弓矢、あ、使ってることになってんなこれ。
そんなバカな。もう一回出てきてんじゃん。あ、出てこない。あ、ここは？そういうこと？あの、一個前の試練の祠は、あの、進むステージなんで、あの、死んで入り口に戻ったら、あの、すごい同じ苦労をしないといけないけど、ここは敵を倒すところだから、敵を倒したデータは残るんだね。あ、じゃあ大丈夫だな。一匹チビガーディアン倒したとこは多分もう倒れてんだろうな。よいしょ。多分いないはず。逆だ。こっちね。いた。そっか、ここはセーブ入ってないんだ。ちょっと弓はもったいないから散髪にするか。多分散髪でも死ぬと思うんだ。で、弓矢装備してると L ボタンを押してもこれシールドを構えないんですね。だからそれだけ気をつけないと。よいしょ。で、ここだな。すぐ。よし。先手必勝。まだ光消えてないな。あと1体だけなら出てきても大丈夫。これは写真撮ってたっけ。大丈夫だ。また調子に乗ってカメラモードにしてるとやられるから、ビタロックにしといて。これはどっちに敵いると思います？上に、いないね。左は？いるね。これ当たんじゃね？こっから。よいしょ。あ、バレるんだな。危ね。よいしょ。で、左にもいいんだろ？知ってるよ。いないな。角待ちが定石だと思うんだけど。いませんね。のぼつて。宝箱あったよね、あっち。罠じゃねえよな。待ってね。ここまで来ると警戒心がすごいことになるな。いないよね。よし。小さな鍵、あ、これで開けられるようになるんだ。しかし、こっちを進みたいんだよ。何もいない。これは何？あ、古大な、違う、巨大なコアね。じゃあ戻りますよ、鍵のところに。鍵開けたらさすがにゴールだろう。ここでもう一匹っちゅうのは勘弁してほしいな。まあ、ビタロックあるから今んとこなんとかなると思うけどね。よし、開けるよ。まだあるな、まだあるな。なんだこれは。石が落ちてきそう。コガーディアンが落ちてきて、よいしょ。待って、気をつけて。危ない。やろう。ふん、いて、ぐはー。待って、これ結構大変やっぱり。どうすかな。鍵取った状態になってる。ということはそのまま走って、あ、下も開いてんな。よかったよかった。じゃあ行こうか、そのまま。よいしょ。ただこっちのはもしかしているかな。あ、いないね。開けて、これで降ってくるから、ここは一応アンチになってるかな。よいしょ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 。強いな、あれ。死なないもん。危ね。待ってね。あれ、弾くしかねえのかな。いや、そんなことはねえよな。よいしょ。
あ、落ちた。あ、そういうこと？あ、落とせばよかったのね。強いよ。あ、終わった。これで OK か。と、安心させておいてってやつかい？どっちから行ってもいいんだろうな。よいしょ。じゃあ上登って、いや弓もうちょっと欲しいかもしんねえな。弓っていうか矢、これでゴールだ。いやーなかなかな祠作ってくれんじゃねえかよ。よし、オッケー。ここはちょっとねカットしづらいな、あの途中で敵が倒した状態になってるとかになってるんで。じゃあ次の最後の場所行きます。3つ目、これ終わると多分新しいとこ解放されると思うんだ。で一応ミファーのところと、まあ、デスマウンテンとゲルドとリト族のところの4箇所で3つずつ出るのかな。カッシーはいないよね。で、あとは山の上だな。ということは寒い。寒さ対策して、いやこの感じだといやらしい配置で道中敵いるんだろうな。あれ行ってるとこ間違ってるか。こっちか、山の上か。山の上ならどっか吹き上げる気流とかねえかな。やべ、キース飛んでんなあれ、やだな。じゃあ山登りしたいけどできんのかちょっとわかんねえな。幸いにして雨は降ってないんで。よ休めるとこがあれば。ちょっとここはゆっくりいきますね。一応頑張りゲージ回復できるアイテム持ってるんですけど、なるべく使いたくない。こう今後どういう風になるか分かんないんで、この辺のDLC が。これさ、まあライフは関係ないにしても頑張りゲージ全部取ってなかったら厳しいかもしれんね。ここ休めないかな。傾斜的には休めそうなもんだけど、ちょっと厳しいんか。そこまで行けば休めそう。回復薬使った方がいいかな。頑張りゲージ、いやここは大丈夫だろう、多分立てると思う。よし、しかしもう一山か。危ない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 。ここの上だよね。いやここの上っちゅうわけでもねえか。あれどこのアイコン記してんだ私の。今こっちだよね。なんか方向違くね。あ、合ってんな。よいしょ。上にキースの大群とかいるんじゃねえぞ。こっちから行って、すげえ風吹いてんな、待ってね。あっちなんだよね。山の頂上付近だな。こまめにセーブするといいかもしんないね、この辺はもう。一回セーブすっか。ちょっと待ってね、システム。じゃあちょっとセーブします。 OK。 で、あんまあのキースに気づかれないで行きたいな。無理かな。気づかれたか。
気づかれたな。よしよいしょよいしょ、弓を無駄打ちさせる。でこっから正面はちょっときついかな。上登っていくか。ちょっと武器切り替えとかないと、いざという時シールド使えないんで。いたな、こいつらは。いいか。でも問題はあっちだな。よいしょ。さあ上を陣取って倒せばいいのかな。あいつらが怖いが、ちなみによ、まだ壊れないならこっからあいつ一匹だけ倒せんな。強いな、非常に強い。よいしょ、よっ。ヘッドショットにならない。なった。これ当たるかな。体力は回復しないと思うんで、後ろから来てないといいんだけどな。弓が飛んでった。当たる、当たらない。よし、いける。よいしょ、やったぞ。一匹やっといて、あのキースたちだな。問題はここでやっとくか。よいしょよいしょ、上に行って待ってね。よいしょ、てい。もう一匹いたよね。下にいた気がするんだけど、いや上を陣取ったことによってなんかありそう。もう一回セーブする。オートセーブかかってっていいんだけどな。であの辺はよっ、なんかイワロック倒せとかありそうな気がしてきたな。キースはいっぱいいる。で重心の弓がもう壊れそうだ。ちょっと待ってね。いやーいるねこれ。じゃあ弓、矢の種類変えるか。多分これ火でリザルフォスたちはいなくなるんじゃねえかな。よっ。多分火に弱いはず、あいつらはね。で、もったいないから、よいしょ。壊れちゃった。掛け算をちょっと使ってきますよ、と。よいしょ。あ、引かれたな。よっ。当たらない。クソ、こいつうまく避ける。凍った。よし、やった。あとはあっちだな。凍ってから燃やすと一撃なのか、もしかして。どうすっかな。あっちはじゃあこれ壊れちゃうかもしんないけど、あ、気づかれたな。これ厄介だ、気づかれると。よっよっ、吹っ飛んでもらって、なんか落ちてってほしいな。さすがに落ちてかないのか。凍ってる間に顔面にショット。よし、吹っ飛べ吹っ飛べ。どっか行っちまえ。よいしょ、落ちてった。戻ってくんのかな。あ、戻ったなあいつ。待ってよ。これで
近くに来た？よいしょ。あ、アイスロット落ちてる理由はそれなのか、もしかして。凍らせたら楽だよみたいな。よっ、危ない、これ危ない。石投げてくる。何の声？トンビが飛んでますね、あれ。じゃあ近づいて強襲するか、これで。最悪なんとかなんだろう。よっ、待ってね。あぶねー、これやられたーあいつうますぎる。今のは回避不可だったわ。撃つまで早すぎねえか。で、直前にセーブされた状態がどこだ。私がセーブしたとこに戻った方がいいかもしれないね、これ。みんな残っちゃってもんね。あ、でもセーブってそうなっちゃうのかな、もしかして。あ、でも私がセーブしたとこはここなのか、もしかして。よっ、じゃあ炎の矢に変えて、あいつは滅して、で、あれも滅して、で、これが壊れそうなんだよね。で、待ってね、この子はここに呼んで、あれか、もしかして。てい、こっち来るかな。来ねえな。一回これで弓壊れた。待ってね、ポーチに変えて、うん、一発でもいいんだが、これをもう一回装備して、で、炎の矢にして、これで死ぬかどうか。あ、ダメだね、凍ってるとこ燃やしても別に一撃でやれるわけじゃない。よし、じゃあまた地道に叩くか、あっちは。よいしょ、よいしょ、よいしょ。一匹やったよ。こっち見てんな。とりあえずね、あいつが邪魔。よいしょ、避ける。あいつやっちゃえば、あと凍らせた後近づいて私の一撃の武器で倒せば終わるんで、とりあえずこいつだけが本当に邪魔。よいしょ。それとももう近づいちゃうか、凍らして。てい、いける。で、これで、よっと、よいしょ。あれ、まだ生きてる。待て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 、弓を変えて、よいしょ。危ねえ、焦ってるとね、あのビタロックも使えねえんだわ。これでホコラが出ましたね。ここはスキップできねえんだな。よし、じゃあ攻略して終わりましょうね。気をつけないと普通に死ねるからね。まだあのチュチュだっけ、いるから多分。よし、 OK。 エツィコリマ、すげえ名前。じゃあ降りますよと。この一撃武器のエリアってここだけだといいね。海星の祠付近、ちょ
ちょっとこれ辛すぎるよ。お、暗い。嘘でしょ。導きは光だって。この光でもいいのかな。なんか見えない？レーザーが。いや、敵いないんだったらいいんだけど。待ってね、あと弓は多分なんかやんないといけないのかもしれないから、これで。見えねえな。これジャンプで越せんのかな。しゃがめばいけるか。浮いてんのこれ。待って、越したで、これは今落ちないでね。急に火がついてる。しかし火を灯す方法は弓矢しかねえが、弓矢に火つけていった方がいいかな。これ燃えないよね、この辺。ちょ、分からんな。普通に行けるが。ただ進むだけでいいのかな。待ってね、一応装備立てよう。これはファイヤー、いけるかい。これは交互についてるだけか。わかりにく。なんか後ろに宝箱あるかもしれんが、いいだろう。よし、これは飛んだ方がいいのかな。よっ、なんかいるな。チビ、待って、もう一匹。チビ、これで終わりとは思わないよ。普通2匹じゃねえもんね。3匹いるはずなんだよ。いた。もう一匹いるか。3匹の法則は勝手にこっちが思ってるだけかもしれん。終わりか。後ろは大丈夫っぽい。明るくなったじゃん。これで弓をしまうのは、あー大丈夫だね。 OK。 なんか道中もしかしたら宝箱あったかもしれませんが、まあいいでしょう。はい、これでこの始まりの大地みたいなとこのエリアは制覇したかな。オッケー。で、多分何か更新されるはずなんで、一度改正の祠に戻ってこいとか言われっかな。そんな気がするが。いやー、でも結局動画撮り始めてもまた1時間になってんだよね。ちょっとカットできるとこカットしてきますけど、アングルが違うね。我は同志、水巨子や、ここまでの試練の克服、誠に見事なり。あなたこそ我らが期する光明。されど、試練は終わりにあらず。そなたよ、導きは剣にあり。これ、剣って言うんだね。光るかな。あー、4つ角が生えてもね。おお、綺麗な花火。散っていったね。デスマウンテン付近、これはミファのところだね。ゾーラ、ゲルド、リト族。
競り上がってきましたね。ここでまたあのあれか、取ると剣入手してまたライフゲージあんな感じになるのかな。やだな。祠は3つずつありそうな感じの角が生えてましたね、3つ。そなたの示した力により新たなる道は開かれた。これより記す4つのしるべに向かい、さらなる高みを目指すのだ。出てきましたね。はい、これは全部近場に飛べばいいだろう。はい、ライフ戻った。よし。いやー、辛かった辛かったが、どうせ行くとまた始まるんだろう。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。じゃあ次回はちょっと場所は、まあ、ミファンとこの近くからかな、ちょっと考えてやっていきますんで、はい、よろしくお願いします。いやー大変でした。では皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。